喋りとかトークっていうのは体言止めっぽい断言とこうだと思うっていう憶測とまだ自分でも自信ないんだけどねという自信ない言い方、この3つの組み合わせで作るから、なんて言い返せばよかったんだろうっていうのは、その正しい言い返しがあると思っちゃうからなんですよ。いやいやいや、ちょっと最後の方ね、熱くなっちゃって、ね、なぜそんなに自信満々に意見が言えるんですか。キャベツさん、男性20代。はじめまして、いつも面白い動画を拝聴させてもらっています。岡田先生の喋り方やお話は面白いのですが、私の中では最近先生が話すことが全て正しく感じてしまい、私の価値観が先生の評価に左右されてしまいます。そうしているうちに私自身を作品の良し悪しがわからない人間であるように感じ、自分の作品に対する評価に自信を持てなくなってしまいました。岡田先生、敏夫先生は作品を評価するときにどうしてそこまで自信満々に語れるのでしょうか。また自分の中で揺るがない評価を下せるようになるには何が必要なのでしょうか。お答えいただけると幸いです。自信満々に語っているように聞こえるのか。で、評価が揺らいでないと聞こえてるんですね。それはなんか、聞こえてるというのはよくわかりました。僕自身はですね、その揺るぎない評価軸があるんじゃなくて、あんまり、なんか、揺るぎない自分があるだけであってですね、それによって、いろんなもの評価ありません。例えば、チキンラーメンは美味しい。札幌一番は美味しい。塩は美味しいし、味噌は美味しいけど、醤油はそんなでもないみたいなのが自分の中にあるんですけど、これ自分の中の揺るぎない評価なんですけども、他人が違うだろう、醤油の方が美味しいだろうって言われたら、あ、そうってぐらいですよね。だから、揺るぎない評価と、それに自信があるのかどうかっていうのは全く関係ないですよね。で、みんなは醤油の方が好きかもわかんないけど、俺は塩とか味噌の方が好きだなっていうのは、僕は断定口調で言います。だって、その方が美味しいと思ってるもん。で、それにいちいち思ってるもつけません。だって、僕の中でそれが当たり前だからですね。で、それは一般的な意見だと思いますかという質問を書いてるときは、いや、僕はそう思うけどと言うんですけども、それを聞かれない限りですね、だと思うとかですね、感じる、違うと思うかもしれないけどっていうのはつけませんね。なんでかっていうと、そういうですね、曖昧なエクスキューズつけたような言い方っていうのかな、自己防衛的な言い方と言ってもいいし、喋りとかトークっていうのは、体言止めっぽい断言と、あと、こうだと思うっていう憶測と、まだ自分でも自信ないんだけどねという自信ない言い方、この三つの、組み合わせで作るからなんですね。僕はここで喋ってるのは、喋りではなくて、まあ、トークなんですから、ある種、演芸化されてるわけです。で、演芸化するときに今ちょっと種明かしをしてるわけなんですけど、その演芸のリズムっていうのはどういうふうに作るのかというと、断定と疑問と自己懐疑、この3つで作るんですよ。つまり、なんとかだよねっていうのと、かもしれないっていうのと、いや、それはちょっと自分でも分かんないところだよなっていうのの、この3つを組み合わせることによって、分かりやすい考え方っていうのを探りながら作るわけです。で、これをあらかじめあんまり考えて筋道だって、ここの部分断言、ここの部分疑問、ここの部分なんとかっていうふうに、きれいに筋道を作って、流れを作ってしまうと、耳には入るんだけど、心に引っかからないんですよね。だから、聞いてる人の中の、同じ回路にスイッチを入れていくっていう、僕は考え方してるんだけど、僕は自分の考えを他人に作るときに、自分の言ってるテキストが、そのまま相手の心の中にバーンって一緒に残るんではなくて、僕が頭の中で感じている、回路と同じ位置のスイッチを相手の心の中に入れていけば、まあなんか言ってる意味やニュアンスが分かってもらえるというふうに考えてるんですよ。だから、X とか、そのブログとか、他のまあ他人の、なんだろう、YouTube でも僕の意見が間違って伝えられたり、誤解されて伝わったりすることがあるんだけど、それはね、その人が言語化するときに間違ってると思ってるんですね。間違ってるって言い方変だな。つまり、僕がやってることは、さっきも言ったように、僕が言ってる言葉、テキストそのものを相手に伝えようとするんではなくて、
ニュアンスのスイッチを入れていくと、そうすると相手の中のニュアンスのスイッチが同じものが入って、大体僕と同じものが見えるわけですね。その人の心の中に生成されるわけです。そうするとなんか、あ、俺もそれと似たようなこと考えていたっていうような発想で僕の考えに賛同してくれるわけです。多分キャベツさんも僕が言ってることそのまま受け取るんではなくて、わかるわかるっていうふうになってると思うんですよ。わかるわかるっていうのは同じ位置のスイッチがオンになってるから、キャベツさんなりの人生体験で僕の言ってることをですね、照らし合わせて、なるほどっていう、アハ体験、なるほどみたいになってるわけですね。で、このなるほどっていうのは自分の感覚、自分の中の体験であるから、それをもう一回他人に説明するときに、言語化するときに、絶対僕と言った言葉と違うんですよ。なので、他者が、岡田斗司夫がこう言ってたっていうときに、ずれることがあるのはテキストとして伝えているんではなくて、ニュアンスとして伝えているから、その人がもう一回言語化するときにその人なりの個性の歪みで伝えると。だから岡田斗司夫が言ってたことがこんなひどいことだっていう人も、なんか僕にとってはあ違うよなと思うし、なんか岡田斗司夫の名言みたいなのを X で書いてる人がいるんですけど、俺絶対言ったことがないような人、その岡田斗司夫の名言としてですね、書いてるんですけども、その人はその人の中で、なんかスイッチが入って、岡田斗司夫多分こんなこと言ってた、多分どっかで言ってたっていうふうに生み出してるんだと思うんですよ。まあまあ、それはどっちも人にとってよくあることなんで、それは人の中に言葉を植え付けようという洗脳っぽいことを しようとしてたら、そんな変なことは起きないんですけども、あんまりその洗脳のみたいに自分の言葉すべてを植え付けると考え方が嫌いなのでですね、あの映画見た時になんか、あ、すごいって僕が思う時って、映画の作り手が意図してないところでも僕がすごいと思ったらすごいじゃないですか。同じように僕が喋ったことですごいと思ってもらう時って、僕が意図してないところですごいと思っても全然 OK だと思うんですね。だからその意味では僕はその作り手と受け手の間になんか対称性っていうのは保証されていると。僕らが映画を見たり漫画を読んだりしてどんな感覚を感想を持つのも自由であるのと同時に、僕らがそれを人に話すときに相手にどう受け取られるのか、その相手の自由であるっていうふうに考えてるんで、対称性の保証って言ってるんですけど、そういうふうに考えてるんでですね、あんまりその自信満々に語ってるつもりではなく、自分の中で評価が揺らいでないという感じではないです。だから自分が間違ってるのかどうかっていうのはあんまり気にしてないし、自分が思っていることが正確に表現できているのかの方に焦点当ててますね。その自分の感覚が正確に表現できているのかですね。だからその結果、自分の思っていることが間違っててもあまり気にしないんですよ。味噌ラーメンより醤油ラーメンの方がみんなうまいと思ってても、ああそうかって思うだけですし、もしそれが本当に、間違いになったら修正すればいいし、自分の中での揺るがない評価っていうのもやっぱ現時点ではに過ぎないですね。例えば先週話したミステリーという流れっていう映画があるけど、あれ映画じゃないよねっていうのは、これ現時点ではですね、2023年の10月23日の段階では劇場版ミステリーという中ではあれは映画じゃないよっていうのは僕の中で一点の曇りもないんです、評価であって。で、他の人がいや違うと言っても、ああそうですか、でも僕の評価違いますよという、まあ、これで終わりなんですよ。ところが10年後にですね、他のいろんな体験をしたりですね、なんかあった結果、僕の中でですね、いやミステリーという流れはあれは映画だよなっていうふうになるかもわかんないですね。その時はためらわず前言をひっくり返します。だから今この瞬間の自分に忠実なら迷いは生じないし、今この瞬間の自分と過去の自分と未来の自分とに整合性を持たせようとするというような、自分の成長なり進化なりがないという前提でやるとですね、多分迷いが生じちゃうんだと思いますよ。自分は変わるもんですし、それは付き合ってる人によって変わるし、読んでる本によっても変わるし、見てるアニメによっても変わるし、年齢によって変わるし、経験によって変わるしですね、なんか今の自分の価値観っていうのは常に移り動くもんだから、だからその時その時の感覚に忠実に話せばいいだけだと思います。2023年の10月22日の僕はそう考えてますのでですね、ここら辺が自信満々に話しているように見える根拠だと思ってください。いやいやいや、ちょっと最後の方ね、ちょいとなんだろうな、熱くなっちゃってね。このね、なんかその言葉と考えとなんか他人の印象っていうのは、
その言葉をたくさん使っている人であればあるほど実感するんですけども、あんまり自分で言葉を使わない人とか、あと憧れを持ってる人っていうのは正しい言葉遣いというのはあると信じてしまうんですね。だから、この人にこんなこと言われた、こう思った、なんて言い返せばよかったんだろうっていうのは、その正しい言い返しがあると思っちゃうからなんですよ。そうじゃないんです。その時に私は今辛いんだろうか、悔しいんだろうか、悲しいんだろうか、それとも仲間外れになって寂しいんだろうかっていうふうに自分の感情を見つめた上で、それをどう表現するのかっていうふうに発想すれば、どう言い返してやろうかにはならなくて、ちょっとね、問題が変わってみてくるんで、まあそういうのにいつも引っかかっちゃう人はそこら辺ちょっと考えてみてください。次回。